キチャンネル。こんにちは。月曜日、総チェック。はい。ということで、今日、月曜日、総チェック。ですけども、今回は、オールスター前ということで、結構、変則的な日程になっておりますので、佐々木チャンネルも、それに合わせていこうと思います。ということで、今日、月曜日の総チェックは、セリーグの、金、土、日の3連戦のみです。で、パリーグは、土、日、月、今日試合3連戦目、カードのね、3連戦目ということで、今週はですね、ちょっと変則的に、総チェックも、セパでちょっと分けて、しっかりその3連戦、カードっていうところをきっちり解説するために、ちょっとね、スタッフも佐々木も大変ですけども、そこら辺は視聴する皆さんに合わせてですね、総チェックやっていきたいと思いますので、今回この動画はですね、セリーグのみでございます。そして、明日、パリーグのみのを出します。ということで、セパ、どっちのファンが佐々木チャンネルを見てるか多いのかっていうのが視聴回数によってバレちゃいます。全体的にパリーグ視聴の皆さん、再生回数少ないですよ。だから、パリーグ見てくださいね。セリーグのファンの人もパリーグを見て、パリーグのファンの人もセリーグを見て、プロ野球全体で盛り上がっていきましょう。ね。ということで、金土日の3連戦、総チェック参りましょう。まずは、DeNA 対ヤクルト、7月15日、雨天、中止。16日、3対2で DeNA。17日、10対2で DeNA。DeNA の2連勝。ヤクルト、コロナで選手がいなくなってから、連敗脱出できずっていうところでね、どんどん借金が、ね、マーク数が増えていきますけど、ここ、踏ん張りどころだね。ということで、やっていきましょう。16日ね、3対2で DeNA っていうところで、サヨナラ勝ちです。ヤクルト先発、原樹里ね。7回99球、8安打三振、2四球1デッドボール、2失点と。まあ、2回の裏にね、外にライトへ、高めのね、ストレート、ツーランホームラン、打たれるんだけどもね。まあ、これは仕方ないとしても反対方向。ね、今日のこのね、投球の原樹里はね、同じミスを繰り返さずに、しっかり修正したっていうのは、グッピッチ。非常に素晴らしかった。まあ、打たれるのはね、仕方ない。これ、どんなピッチャーが投げても、全部抑えるのは無理。その、打たれた中で、どこまで、次の機会の時に修正して、ピッチングをまとめるかっていうところが、先発ピッチャーにとったら、ね、かなり大事な要素になってくるところでですね、まあ、2回ね、外に高めのストレート、ライトへホームラン、ツーラン、打たれて、で、3回裏もね、DeNA チャンス。ヤクルトからしたらピンチになった時にね、桑原がレフト前ヒット。で、佐野がね、ショートへ並んだ。ここでね、ノーアウト1、2から牧に、高めのシュートね、シュートが高めにすっぽ抜けてデッドボール。で、ノーアウト満塁になって、で、次で、ね、宮崎どうすんのかなって言ったところで、初球、シュート。しかもね、さっき抜けた、今度は抑えの効いた、まあね、厳しく投げたデッドボールだけども、若干甘めだけども、しっかり低めに投げたことによって、打球が上がらず、初球ね、打たして、サードゴロ、5、2、3、ダブルプレイ、ガッタラル、こういったところ、このね、サイン出したキャッチャーもね、素晴らしい。やっぱりね、これデッドボール当てて、ね、もう一回出したらデッドボール、しかも満塁当てれない、ね。で、しかも2点も取られた。もう1点も取られたくない。ね、攻撃力ちょっと薄めってなったら、外から行こうかなって思うところをね、でも原樹里はね、シュートピッチャー。ここでね、しっかり投げきれないとっていうところもあるし、すぐ行ったことによって、もしそれがボールだったとしても、デッドボール当てても行くよっていうところを意識づけてればね、また相手打線によって、やっぱりこっちが気になるなっていうところになればね、打ち取れる確率が高くなるところをね、しっかり初球から、しかも低めに修正してきっちり投げて、5-2-3ダブルプレイ。この修正力は、さすが、グッピッチングね。この試合、勝ち投手になれなかったけども、素晴らしい。で、その後ね、外ね、先ほど、高めに集まってたところ、全球低めに投げて、最後はね、カットボールで三振。グッとピッチング。ね。これよ、大事な修正力。しっかりね、打たれたことは仕方ない。それ反省を、次の打席ね、次の打者、しかもね、次の回のね、2打席目っていうところに、しっかり修正して、完璧に打ち取る。この3回裏のね、無得点っていうところは、非常に、素晴らしかった。逆に DeNA は、まあ最後勝ったけども、ここでね、しっかり追加点取ってれば、もっと一方的なゲーム展開になったかなと、思います。で、その後ね、ヤクルトはね、そのピンチを防いで、4回表、先頭ね、荒木ね、粘って粘ってして、雨がめっちゃ降ってきて、中断になって、これ今なんかちょっとかわいそうだったね。もう荒木をね、完結してからでも良かったね。途中、どっちも難しい。でもそこをね、しっかり荒木がフォアボールで選んでね、村上、孤軍奮闘の
俺は打つぜっていうね、ホームラン、村上くっつ。すごいね、俺は頑張るっていうね。で、同点に追いついて、まあ、こっからね、9回まで行くわけだけども、まあね、原樹にもいいピッチング。で、今永もね、3安打しか打たれてないからね、村上2本、そして内川1本、内川、くっぱっていく。すごいね、今までずっといて、きっちりね、ちょこっと打つんだなっていうね。だからまあ、さすがにヤクルトもきつかった。まあ、その中でね、9回裏、ピッチャー今度ね、ワンアウトから、桑原フォアボール。結果的にこのフォアボール痛かったね。で、その後、佐野がセンターオーバー、フェンチョクのツーベース打つ、サマーしてる。で、桑原サードストップ、コウちゃんも止めた。中継、8、6来た。2周裏、投げようと思って止めようと思った。ボヨヨン、ボヨヨン。さよならです。エラ。バット。まあ、本人がね、一番よくわかってると思うけども、ダメです。今、ビッグチャンス。まあ、本人も一番よくわかってる。でも、そんなことしてたらね、みんなビッグチャンスをしっかりね、ものにしていく中で、ポジションを掴み取るっていうところで、バッと。もう、ここはね、心を鬼にしていたい。バッと。ね。ああいうところは、やっぱしっかりちゃんとやっていかなきゃ、どっかの隙があるってことだよ。ね。で、結果ね、DNA が、サヨナラ勝ちです。ヤクルトとしてはもったいない。でも、3安打は厳しい。続いて、17日、10対2で DNA っていうところでね、ヤクルト先発サイスニード、4回77球、8安打5三振、1デッドボール5失点と、ちょっと変化球がね、高めに浮きすぎたかなっていうね、まあ、そこをちょっと合わせられた感あるね。で、DNA は先発浜口ね、6回82球、6安打8三振、1四球2失点と、低めにしっかり制球できて、フォアボール1個はね、やっぱ浜口がフォアボール1個ってなると、やっぱりね、いいピッチングするよ。しかもその中でチェンジアップもそうだけど、低めにしっかり丁寧に投球できたっていうところが、まあ大きかったかね。でも、今回もね、初回に1番ね、山崎フォアボール、で、太田送りバンドして、内川セカンドボールアウト、2アウト3塁になって、ね、俺が打つっていうね、村上のライトへ先制タイムリーツーベース、グッと。で、その後、復帰、サンタナ、ね、内野安打。で、オスナがね、タイムリーヒットでグッて、絶対勝つぜみんなの力だってね、いい形で先制したんだけども、ね、1回裏、ワンアウトから、桑原がね、チェンジアップ高め打ったところ、レフトポールギアホームラン。DNA、これ大きかったね。で、まあ、1点差でね、行くんだけども、ね、来ました、ソーバーね、3回裏、ね、先頭エビナデッドボール、ね、その後、桑原、ホームラン打った次、ね、警戒する中で、セーフティーバット。グッバンと。これしかも結果大きかった。ノーアウト一塁になって、佐野がね、ライトへ同点タイムリーヒット。で、牧はアウトになるけども、ワンアウトね、一三塁になって、宮崎がライトへの勝ち越しタイムリー。これも全部変化球はね、高めに浮いちゃうんだよね。で、外アウトになるけども、戸柱もね、これも高めに浮いたところをね、しっかり引っ張り込んで、ライトへタイムリーヒットで、計4点。今のヤクルトにとったら、これは痛い。でも、サンタナ復帰して、なんとか集めましたっていうところでね、5対2になって、4回表、ね、先頭サンタナレフト前ヒット。で、オスナライト前ヒット。ノーアウトに一塁、よっしゃ、これで1点でも返していくぞっていうところで、西浦、送りバント失敗。サード、アウト、バット。すべてが悪い方向に、わかるよ。でも頑張りどころはここ頑張んないともうないよ。ね。で、その後、ここが、163、ダブルプレイ。ここでヤクルト的に行って欲しかった。ね。だからまあ、ここが一番の勝負手だったね。ヤクルトとしては。ここでもう、行っても返さず、もう後からね、5、6、7、8、9、10、まあヒットは出るけども、もうほぼ、打つ手なし。で、ね、6回裏、ピッチャーね、宮台、ね、外レフト前、で、戸柱ライト前、で、ボリの時にね、ワイルドピッチで行って、まあこれはね、止めれない、キャッチャー。あれは無理よ。とてつもない、ワンバー。で、その後ね、フォアボール、エビナヒット、桑原タイムリー、佐野もタイムリーと連打、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 連打で5点。一気に10対2。もう立ち打ちできない。ゲームセット。まあ、なかなか厳しいね。本当に踏ん張りどころ。でもこれ一回どっかでね、勝てばっていうところはあるけども、下から追い上げていくチームにとったら DNA はね、ここしっかりね、2連勝したっていうところは大きいし、まあ、ヤクルト踏ん張りどころだね。村上、で、サンタナ。オスナ頑張ってる中で、その周りがどこまで頑張れるかよ。このね、不足の事態で、チャンスよ、チャンス、ピンチじゃないのよ、チャンスなんだよ。そう思ってどこまで勝負できるか、ヤクルトのね、次の今のバックアップメンバーたちね、勝負どころだね。でも結果としては、2勝0敗で DNA の勝ち越しでした。続いて、巨人対広島。15日、3対6で広島。16日、4対11で広島。15日、5対10で広島。広島の3連勝巨人5連敗で5位転落わーおーとなってきた。痛い。
でも15日3対6で広島の勝ちっていうところで、この日ね、先発巨人山崎、5回96球7安打1三振2四球1デッドボール2失点と、まあ初回ね、こう野間セカンド内安打だけども、吉川ね突っ込んできてランニングスロー若干ジャックルした、そんでセーフしてなかった、多分アウトね。で菊池バンドで二塁行って、秋山が3ボール2ストライクからインコースね狙って甘め入ってツーランホームラン、たらればだけど、その前に投げてたカットで俺は良かったんじゃないのかっていうね、カットの方が良かったんじゃないのかって、いい感じに投げてたからね、真ん中入ってホームラン、秋山ホームランね、てかいい形先生。でもね、山崎自体はね、投球全体的にはね、シュートカット、スライダーと内外のね幅を利かせて打たせて取るピッチングができてるんで、非常に投球内容としては良かったと思います。で広島先発ね、大瀬良7回107球8安打5三振無四球2失点と、まあ、しっかりコースね、低さ丁寧に投げてて、だからねヒットを8本打たれたんだけども7本単打っていうところで、やっぱりねこうビッグゲームなんなかったっていうところはね、こうやって低めの制球打たれても単打で終わるっていうところは非常にね素晴らしいピッチング、だったと思います。巨人はね2点先制されて、4回裏ね、3連打でノーアウト満塁、ね、丸センター前、岡本センター前、ポランコがねライト前ヒットで満塁になって、ノーアウト満塁から中田のセカンドゴロの間に1点、で大城三振で、中山ショートゴロで3アウトっていうね、というところでここでねもう1点同点にしとかけばねっていうところで、ここ1点止まりなのが、ね、正直この試合のねキーポイントだったと思う。でもよ、6回の裏ワンアウトからポランコセンター前で、中田ライトフライで、7番大城ツーアウト一塁からライトへねタイムリースリーベース同点。しかもちょっとこの時にね、まあ、結果論になるけども、前の打席の時にね、この、4回裏の三振の時に、あの低めの変化球が全く合ってなくて空振りしてたんだよね。ってなった時にこのね、あのスリーベース、初球のストレートちょっと高めね、思いっきり引っ張られて、ツーダースリーベースっていう、ちょっと慎重さに欠けたかなっていう、全体的に勢いでいっちゃったかなと、まあ裏書いたつもりかなっていうところはあるけども、まあ結果論だけどね、どっちがいい悪いじゃなくて、あれは変化球で、初球は様子見で入ってもよかったんじゃないのかっていうね、ところはあった。でもそこはね大城、ナイスバッティングね。でまあ大城はね、この11回にもホームラン打つんだけども、これもね高めのストレートなんだよ。やっぱりそこが一番強く売れてるから、もうちょっと低めの変化球っていうところはね全体的に欲しかったかなとね。まあその中で広島は11回の表ね、ワンアウトから坂倉フォアボールで、堂林三振になってツーアウトで、この内野安打で長野ね、フォアボールでツーアウト満塁から、初球ね高めに抜けてきたスライダー磯村レフトへ満塁ホームラン、グーッビッググーからの内野が出てきます。素晴らしい、ナイスホームラン、しかもきっちりそれで勝つっていうね。ほら磯村いいのよ、使ったら俺ずっと言ってるね、ナイスホームラン、アゴタッチね。このあと全体的にちょっと岡本の状態悪いね、ちょっとね間がない、もうすぐ行っちゃう、ゆっくり待って打つんじゃなくて、もう間が全くないから、もうちょっと早めに指導した方がいいんじゃないのかっていうところはあるね。続いて16日4対11で広島というところで、巨人先発アンドリス2回52球7安打2三振無四球6失点、もう球が甘い高い、もう無理よそれじゃあいくらなんでもね。でまあ広島は、先発森下6回3分の2 113球8安打3三振1四球4失点と、まあ大量得点もらいながら、もうちょっとイニング投げたかったかなっていうねところはあるよね。でその中でまあ2回ね、広島ツーアウトから長野がねレフトスタンドへホームラン、長野ナイスバッティング、ナソトね、ということで先制して、で、3回裏もう森下二刀流グッバッティングね、森下ヒット野間ヒットで、菊池がね内野安打っていうところで、ここもバンと内野安打ね、アンドリュース癖で投げた後ファーストの方にねこう足が行って体重乗るんだよね、そこで行くのが遅れて、ピッチャーなのにもうピッチャーアンドリス取らなかったからね、さすがにサード岡本あれは無理よ、で結局内野安打アンドリスバッと投げるだけじゃないよね。で満塁になって、秋山がねライトへタイムリーヒットで、マクブルームもうここら辺のもう全部高いからね、でマクブルームレフトへタイムリーツーベース打って、で、ピッチャートレに代わっていきなりデッドボールファオで、ノーアウト満塁から長野はバックスクリーンに満塁ホームラン、長野グッと。しかもよ、ここで終わらない、
その後小園相澤がヒットを打って、で森下送りバント決めてノマアウトになるけども、菊池がね2点タイムリーで9点クッて。それで終わらないのはいいね、普通終わっちゃうんだけどね、そこでしっかり終わらないでさらに取るっていうね。しかもチョンを2打席連続ホームランで、しかもこれでね終わる、大体これでスンって終わるんだけども、4回表にマクブルームがまたホームラン打ってね、11対0で、7回裏にね、丸ホームランで、岡本ブランコは連続ヒットで、中田がねタイムリーで、その後ウォーカー、松田とね、内野ゴロ、そしてタイムリーになって1点取って4点取るけども、もう11対0からだからね、時すでに遅し、まあ、森下はねちょっとここ踏ん張っていかないと、もうちょっとイニング投げたかったなっていうところとね、いうところはあるけども、まあ大量得点に恵まれてね、非常に、いい形だったんじゃないでしょうかね。で11対4です。で続いて、11日5対10で広島っていうところで、もうこうなんかね、こういう大差のゲームになると解説することなくなるんだけども、この日先発ね、巨人、高橋優希、3回3分の1、77球、2安打2三振、5四球5失点と、ほぼ逆球。もう見てて、見て、ほんと。ほぼキャッチャーね、逆球いってるよ。で、球も高いしね、ちょっと、去年のことを去年に忘れてきちゃったのかな？なんかもったいないね。でもその中でもよ、初回、ジャイアンツは吉川ライト前ヒットで、ウォーカーがレフトスタンドでホームラン、ウォーカーグッチ。ね。で、3回の裏はもう、岡本がヒット入れて、中田がツーランホームラン。4対0。いい形で、いい形で、打線はね、先制して、で、中押しして、4対0。いい形でいってる中でね、もう初回から、だってフォアボール連発だからね、もうこれ点取られてないことが奇跡っていうぐらい初回ね、踏ん張って、まあ2回3回はちょっと落ち着き出したかなっていうところでね、4回、ね、秋山ツーベース。マクブルームアウトに取れたけども、坂倉ね、タイムリー。で、長野ことのフォアボール。で、磯村押し出しのフォアボール。で、堂林、代打でね、野村から出てきて、満塁ホームラン、堂林、グッズ。しかも、チーム、ワンカード、3試合連続満塁ホームランでございます。なんと、72年ぶり、ね、1950年以来、グッパって、ね。で、広島先発のね、野村、3回61球、7安打1三振4失点と、前回に比べると、やっぱり全体的に制球、真ん中寄ってきたね、甘かった。その、ボールとか、そういうのなんないけども、ちょっと甘めになったところを、ちょっと痛打されちゃったね。まあでもね、しっかりとして、逆転。でもよ、その4回の裏に、丸がね、タイムリーヒットを打って、1点取って、まだわかんない。6対5。でも、そっからジャイアンツ、5、6、7、8、9。ほぼほぼヒットも出なくてチャンスなしです。ね。その中で、広島はね、7回、中村健人のね、ホームラン。で、8回、磯村のね、2試合連続レフトへのツーランホームラン。で、9回、秋山がね、タイムリーヒットで1点2点1点としっかりね、ダメ押しして10対5。試合内容としては、で、完璧。ね。で、この磯村のホームランもね、昨日スライダー打たれたから、初球インコース行って、でもう一球ストレートみたいなね、それはもうバッターも考えてくるぜ、っていうね、ところで、もう一回ね、打たれた球から入るのよ。低めのボール球でもいいから。そしたらまた来んのかなっていうところでまっすぐ使っていくっていうんだったらいいけど、もう、まっすぐ1位の3で来てたよ。同じピッチャーで、磯村、グッパっていくんだけど、もうちょっとそこら辺ね、考えた方がいい。でももう、完敗でございます。ね。前半ジャイアンツ、中盤後半広島。ね、より連打が繋がった広島、アドフォアボールもね、重なったかなっていうところでは非常にね、で、この試合、クリが3回から3年ぶりのリリーフっていうところで登板するけども、ね、まあ失点したけども、まあこういったところでね、状態掴んでもう一回ね、戻っていかなきゃいけないからね、ここら辺の調整をしっかりして、なんとか戻っていってほしいね。まあそういったところではね、カープとしては3連勝だからね、素晴らしいゲーム、そして3試合連続満塁ホームランは素晴らしい。グッドです。続いて、阪神対中日。15日2対1で阪神。16日3対1で中日。17日3対1で阪神。阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、15日ね、2対1で阪神。阪神先発青柳。6回96球、6安打4三振、無四球1失点と。まあ、この日ね、ちょっとね、立ち上がりね、この頭がこうやってね、こう上がるとか、下から沈んでってこう上がるのが早いんだよね。頭がね、上がるのが早いから、手と頭の距離ができて、若干ね、思ったところに投げきれないっていうところで、制球を乱したかなと。でもね、シエラ上がり、回を待つにつれて、しっかりね、その早く起き上がるっていうところは、修正できてたんで、そこはさすがかなと。アンダースローはね、こう頭がね、振ったらね、ダメなんだよ。そこら辺はね、シュンちゃんずっと受けてるんでね、説得力あると思いますよ。
まあでもね、ここはまあきっちり1失点で抑えて。で、中日先発上田ね、6回、100球、2安打7三振、1四球、1デッドボール、2失点と、対左、ほぼ、インコースのストレート、カット、チェンジアップ、ほぼね、こんなね、配球、投球ね、対左、左ピッチャーね、ほぼほぼ見たことない。しかも対右もほぼ外重心。で、たまに打ち使うんだけども、そのたまに打ち使ったやつを2回裏北条にレフトへツーランホームラン。しかも悪い球じゃないんだよ。ね。しかも北条も腰畳んでね、肘畳んで腰の回でね、くるっとね、グッバッティング。素晴らしいバッティングよ。軽かったよ、振りが。ね。でもこのね、上田対左に対してほんと、インコースのまっすぐとカットとチェンジアップし、ここばっかり投げるんだよ。でもそれでね、めちゃくちゃいいピッチングして、なんか素晴らしかったね。ここまでちょっと打たれたりしてたけどね、この日の配球はね、本当にね、もうびっくり。そんなピッチャー俺今まで見たことないね。っていうぐらい思い切った配球だったと思う。木下も含めて。しかもそこにね、投げ切ったっていうところも素晴らしかったし、ぜひね、もう一回、そのね、感じを見てみたいなっていうね、素晴らしいピッチング、だったと思います。で、中日はね、初回、大島センター前、で、盗塁、で、高松セカンドゴロの進塁打、で、岡林がね、セカンド内野安打っていうところで、先制。ね。まあ、その後続かずね、2点目取れなかったけども、しっかりね、いい形で、先制ね、できてんのよ。ね。で、2回の裏にね、その北条の、くるって回ってね、ホームランっていうところで素晴らしかったけども、まあ、1番はね、3回表、中日は。ね。先頭大島が、ライトでツーベース。で、2番高松、ショートフライ。ね、進塁打打てずね。初回はちゃんと進塁打打ってるのに、ここもね、2回、セーフティー気味の、バントファール。で、ショートフライ、バーッと。ここで、同点に追いついてたら、勝ってたかも。わかんない中でね、この一つのプレーっていうのが、大きかったね。で、あとはもうね、中日ほぼほぼ攻撃しなくて、まあ、唯一あったのはね、ピッチャーがね、阪神、湯浅に代わって、8回ね、大島内野安打。で、岡林もな、レフトへヒット打って、2アウト1、2塁ね、2アウトながらチャンス作ったけども、ビシエドがね、レフトフライと、1本出ずっていうところでね、まあ、敗戦。で、阪神としては、この日ね、3安打だからね、全体的に、ヒット打ったのは、近本、そして北条、梅野っていうね、この3本。だからもうほぼチャンスないのよ。その中で、このね、北条の一発で、北条、ブックグ、ナイスホームラン、しっかりね、勝ち切った、投打ね、しっかりバランス取れて、重なり合ったね、勝利だったと思います。ついで、16日、1対3で中日っていうところで、中日先発王のね、7回104球、6安打5三振、無四球無失点と、もう跳ねてたね、トーンってもう体重乗ってね、腕もしっかり振れて、ああいうなんか、跳ねてて、ドンってね、来るときは、非常にいい形になる。しかも、めっちゃ腕振ってて、外の、右バッターのシューシームちょっと沈んでいくやつ、あれはなかなか打てないね。非常にグッピッチングでした。で、阪神先発ね、佐伯、6回87球4安打7三振3四球1失点でも自責点0っていうところでね、腕も振れてたし、その低めにねしっかり角度ある球を投げれてたっていうところは非常に力もあってね、素晴らしいピッチング、グッピッチングだったと、思います。で、中日はね、2回表ワンアウトからね、アレルマルティスをフォアボールで、高橋が三塁線抜けるね、レフト、ポール際転がってね、フェンスまで行って、ツーベース。そこで、レフト、ヨーカは、そのクッションのね、打球を飛んでる。で、一塁ランナー、マルティネス、ホームイン。ヨーカ、バーッと。嘘やろ。めっちゃちゃんと、間抜けてて。ね。で、中日は6回表ね、木下、レフト前、ビシエド、ライト前。で、アレル・マルティネス、三振。まあ、これ、結果論だから、俺が絶対正しいとは言わないけども、まあ、考察としてね、終わってからの考察として考えると、もうこのね、相手の佐伯も非常にいいピッチング、しかも大野っていうところを考えたらね、もう1点取ったら勝てるんじゃないのかっていうところで、ここ思い切って代打でもよかったね。代打バントして、なんとか1点取りに行くっていうところでも、まあ、結果論になるけどね、良かったんじゃないのかって、その後ね、三ツ俣ライトフライ、ツーアウト、平田がね、ショートライナーっていうところで、1点取れず、ここでね、もう1点取ったら、非常にもっとね、勝ったけどね、楽な展開になったんじゃないでしょうか。で、阪神はね、2回裏、ノーアウト1、3塁から、ヨーガのね、ライトフライ、ね、3塁ランナー、糸原、タッチアップして、真ん中ぐらいで、ストップして、バックして、3塁、タッチアウト、バーッと。どうした？なんで、ストップって言われたのかな、コーチャーに。もしくは走ったけども、見た時にこれ楽勝でアウトやから無理やと思って帰ったのかな。もったいなかったね。ここ、1点取れてたよ。そしたら勝ってたかもわかんないのにね。やっぱここがキーポイントだったね、タイガースからすると。でもよ、このね、3回、7回に木下のスローイング、
ナイススロー、セカンドね、盗塁させて中日ね、いい形になってるところをね、9回、近本がセンター前ヒット。で、ここで、ね、盗塁、ここまでめっちゃナイススローしてんだよ。で、ここの盗塁もね、めちゃくちゃ木下は素晴らしい送球した。でも近本のスタート、スライディング、足が速いことによってセーフっていうね、完璧な、走塁。で、その後ね、サトテル、ショートゴロの間に三塁行って、ワンアウト三塁。バッター、糸原ね。で、ショートゴロ。近本突っ込んできてきて、スライディング。セーフ同点っていうところで、まあ、ここね、もちろん、近本のスタート、走塁技術、素晴らしかったと思うけども、ショート土田、ね。ベース、ここじゃセーフよ。ここに投げて、こういけるようにしないと。これをね、もう、これ以上なかったら多分ね、ブロックしてると思うけども、これ以上になった時に、若干こっちに、ここに来たとこによって、キャッチャーの正面だけどね。でも、ホームっていうのはキャッチャーの正面投げちゃダメなのよ。ここに投げないと。で、ここでタッチしないとね、そっちがショートだったら、ここじゃダメね。ここで来てタッチっていうね、もうちょっと低くっていうね、ところが、できればアウトだったかもわかんないけども、だからそういったところも、ね、ただ単にノックでホーム投げてるだけじゃなくて、もうギリギリのコリジョンめがけてね、その低め、キャッチャーがセカンドのね、ここに投げるような感じで内野もね、投げていかなきゃいけないのよ。ね。で、まあセーフ。非常に良かったね、近本からすれば。しかし、11回表、アルカンタラがビシエドがね、ライトにツーベース。で、石垣が送りバントを決めて、三ツ俣がね、センター。もうめちゃくちゃ深いところの、犠牲フライ、タッチアップで1点、勝ち越し。で、平田がね、ホームラン。この平田のホームラン非常にでかかったね。グッド。ナイスバッティ。で、きっちりね、勝ち越して、3対1でね、中日が延長をものにするっていうね、形で。でも非常に見応えあるね、面白い試合だったと思います。続いて17日ね、3対1で阪神っていうところで、まあ初回の攻防がね、もうゲームを分けたっていうところでね、中日先発柳ね、7回111球、8安打6三振、無四球3失点とね、いい形で試合は作ったけども、ね、初球の、まあ、一つのミスっていうところがね、大きく、結果ね、足を引っ張っちゃったかなと。ね。で、阪神先発ね、ガンケル。8回92球、3安打4三振、1球1失点と。非常にね、素晴らしい、形で、いい形のね、コース、制球、ボールの動かし方、素晴らしかったと思います。ってなったところでね、初回の攻防っていうところになってくると、初回ね、中日、先頭大島ね、ライト前ヒット。で、2番ね、岡林、バントでね、遅れず。おぉ、なんか嫌な感じやなって言ったところで、ね、打ったところ、サード正面。これ、サードサッと出る。後逸。で、レフト、抜けていったところを、大島がね、見逃さず、セカンド回って、三塁にね、突撃ってなったところで、ロハスから三塁に、送球来て、タッチ、セーフ!リクエストで、アウト。っていうね、ところで。だからこれで言うとね、さっきの土田のね、やつじゃないけども、ロハスがね、まあ、たまたまだろうけど、ちょうどね、こっち側に、走者の方を投げて、もう、サドテル、その、下ろすだけ、っていうところでね、まあ、ビデオで言ったら足がつく前に腰ら辺にタッチがね当たってるね。そういったところではまあでもこれは大島は攻められないね。ちょっとでもそれってたらセーフだったしね。まあここはね、まあ思い切ってチャレンジ、まあ良かったんじゃないのかなと。まあロハスがね、なんとか刺したっていうね。グッソリ上げときましょう。グッドじゃないけどグッソリ上げときましょう。その後ね、ピンチ出したかと思ったらガンケルがね、ファーストへ悪送球バッと。で、岡林一気に三塁で、木下がね、犠牲フライ1点っていうところで、結局点取られるっていうね、形だったけども、まあなんとか1点取ってね、行こうっていうところで、阪神はね、1回裏、中野がね、レフト前ヒット。で、島田もレフト前ヒットで続いて、ノーアウト1、2塁から、バントした時に、柳がね、若干、球が手につかず、エラー、バーンと。しかもこれよ、キャッチャー木下は、早々に、ファーストってね、言ってたんだよね、ファーストって。でも、柳は取るときにやっぱ三塁方向に投げる形で取っちゃって、ね、ちょっと焦ったね。で、球がね、ボール手につかずっていうところでね、あのままね、木下のファーストっていうところでファースト一つ取ってれば、まあ、点は取られたかもわかんないけども、2点でね、収まってたかもわかんない。で、その後サトテルがね、まあ、この日、サトテルね、4打数3打2打点なんだけども、まあ、そのね、初回のエラーをしっかりね、帳消しにするライトへの変化球、ね、カーブを引っ張り込んで、2点、タイムリーヒット。で、その後ね、糸原、アウトになるんだけども、ビシエドね、ナイスキャッチ。で、ここで、1、3塁でね、ワンアウト1、3塁になって、ロアスの時に、まさかの、ダブル、
シール、成功、セーフっていうところで、キャッチャーよ、木下も、映像見てくれたら分かるけど、若干ワンテンポ遅らして、こうやってサード見てんだよ。見て、投げて、まあ、若干高騰したけども、で、土田が当たり投げて高騰だけども、あれも多分ちゃんと投げててもセーフなんだよね。見て、投げて、突っ込んできてセーフっていうことは、もう、見る必要ない。もう一つはね、見る必要な、もうないなっていうところと、もう一つはね、顔を動かしただけで、ちゃんと見てたっていうね。ちょっと引きの映像がなかったからね、ちょっとよく調べられなかったんだけども、まあ、近本がどこまで出てたかっていうところもあるけども、こうやって見た時にちゃんと見えたのかな。でも見てて投げて突っ込んできてタイミング的にセーフだったら、もう見る必要ないね。っていうぐらい近本、グッソーリー、素晴らしいね。しかもワンアウト一三塁からね、ダブルシールってなかなかツーアウトだったら警戒するけど、ワンアウト一三塁でね、ダブルシールっていうところは非常にね、テクニカルな相手を圧倒する、走塁だったかなと。でね、3点目が入って3対1。で、中日は2回からなんと7回まで三者凡退で、もう全く、ガンケルに隙を与えられることなく攻撃ほぼなく進んでいって、で、最後のチャンス来た。8回表、ね、先頭、若松フォアボール。で、6番、ね、移籍してきた後藤俊太、トレードでね、ライト前ヒット、後藤、ぎゅって、こっからまた、頑張れ、ドラゴンズでね、いいところ見せていこう。で、ノーアウト1塁から石垣バント失敗バッと、これよキーポイント、ここできっちり送らなきゃっていうところで土田がね、ここでまさかのセーフティーバント成功、土田グッとナイスセーフティーで満塁になってね、代打平田見逃し三振、このねガンケルの最後ね見逃し三振取ったアウトコースへのあのボール素晴らしかったね、ストレートギリギリいっぱい見逃してね。で、その後、大島にスライダーの低め、制球。このピンチになっての、この平田へのアウトコースストレート、大島の低めのスライダー、ガンケル、ピッチ、素晴らしい。でも逆に言ったら、ここでドラゴンズは最後のチャンスを追いつけた中で、ね、無得点っていうのが結果ね、勝敗に、影響っていうかね、一番、キーポイントになったかなっていうね、ところもあります。まあ、阪神はね、その後もチャンスね、作るけども、3回裏ね、サドテル、糸原がヒット打つけども、ロハスね、山本が、1本出ずっていうところもあるし、まあ、で、5回もね、サドテル2ベースで糸原アウト。だからランナーですけども、連打がね、なかなか生まれず、そこはね、柳がしっかり、頑張ったかなっていうね。で、阪神はね、ガンケルから岩崎、直結でね、非常に素晴らしい。まあ、このね、初回の攻防だけでの、最小失点差をしっかり守り切ったっていうところでね、阪神、ガンケル、非常にグッピッチングでした。結果、2勝1敗で、阪神の勝ち越しでした。さあ、ということで、今回は、セリーグだけのベストナイン発表、行きましょう。ピッチャー、阪神、伊藤、千葉県出身。お、千葉県出身、いい選手多いね。キャッチャー、広島、磯村、アゴタッチ、ナイスホームラン。ファースト、DeNA、佐野、浜野安打製造機。セカンド、DeNA、マーキュ、自己風です。サード、ヤクルト、村上、孤軍奮闘、頑張れ。ショート、阪神、中野、3割目前、頑張って3割。レフト、広島、長野、夏男。新日本プロレスの長野も夏男、G1 クライマックス強い。センター、阪神、近本、ベストナインも常連。ライト、広島、野間、秋山の加入で刺激か。リリーフ、DeNA、山崎康明、グッチ越し。はい。っていうところでね、今回はセリーグだけお伝えしました。ということで、申し送り事項もね、セリーグだけ行きましょう。次、ヤクルト対巨人。神宮で石川、菅野のね、両先発。もうね、ヤクルトの皆さん、巨人、もう、落ちてますから、ね、ここは、しっかり叩いて、初戦ね、大事を、パンパンパンと、頑張っていきましょう。もう落ちてるから、怖いもんなし、ね、最後まで諦めないで、リリーフも若干崩壊系よ。はい。巨人の皆さん、ヤクルト、コロナでもう、人いないんで、村上だけ、気をつけていきましょう。1、2番押さえとけば、最初失点でいきますよ。で、1杯出して、中日対 DeNA。中日の皆さん、DeNA ね、やっぱ佐野宮崎がね、打つわ。ここ。どうにか抑えていくように頑張っていこう。ね。どう抑えるかは自分たちでミーティングして考えて。DeNA の皆さん、中日ね、大島だけ抑えとけばいけると思う。だから、そこ、しっかり抑えて
行きましょう、はい、広島対阪神、阪神の皆さん、カープちょっと夏男長野が上がってきてて、秋山もねもうちょっと慣れてきて打ち出してきてるんで、ちょっと打線がつながりつつあって、巨人で一気に上がってきてるんで、打線ね気をつけていきましょう。まあこれはね基本だけども、各回の先頭しっかり抑えてね、最初失点で乗り切っていきましょう、はい、広島の皆さん、タイガース近本か、中野近本だね、ここしっかり抑えていきましょう。ここやっぱりね足絡めてくるからね、この中野、島田、近本、やっぱこの 1,2,3 がややこしいね、ランナー出しても。でしかもねカープちょっと盗塁もさしてないからね、まあ、ここ3人もう是が非でも抑えていきましょう、頑張って。はい、さあということでね、お伝えしましたね、明日パリーグの総チェックお伝えしますんで、そちらもぜひセリーグワンの皆さんも見てくださいということで、オールスター前の、連戦、どちらがどういう風にねオールスターに入っていくのか、皆さんもねしっかり応援していきましょう。それではじゃあ